クロッシングソウル、続きからプレイしていきます。なんだか街が騒がしい感じになってる。
やっと見つけた。でも、どうしてこんなところに。いろいろ情報量が多すぎてやばい。
ケビンとまた冒険ができるとは、それだけでとても嬉しいよ。それでは、本日の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。